クヤビポモージュ県は、ポーランド中部の県である。県とは、ブイドゴシチュ、県議会所在地はトルン。ポモージュ県、ビエルコポロスカ県、ウッチ県、マゾフシェ県、バルミアマズールイ県と接している。受任の南8キロメートルのところにある、鉄器時代初期の鳥で及び集落で構成される、ポーランドで最も有名な古代遺跡。遺跡は、ワルシャワ国立博物館の文館となっており、 再現遺跡の他に、博物館胸もある。博物館胸には発掘された遺物や、当時の墳墓の人骨などが展示されている。また、ジュニーからベネツやビスクピンまで通っている、軍営の狂気鉄道は、たくさんの観光客を集めている。ビスクピン博物館の公式サイトあり。第二次世界大戦の戦災を免れた美しい、旧市街を中心とする、トルニの中世都市は、 ユネスコの世界遺産に登録されている。ドイツ騎士団に対抗し1440年に旧市街と新市街がそれぞれ自治領連合であるプロイセン同盟に加盟してポーランド王の庇護を受けるようになり13年戦争で1466年にポーランド王国がドイツ騎士団に勝利すると以後は同訓連合連邦のポーランドリトアニア連合の中の自治都市として発展。 1569年には、ルブリン合同が成立し、トルには、より統一の進んだ国家である、ポーランドリトアニア共和国のうちのポーランド王国に、正式加盟。地動説を唱えた、コペルニクスの生誕地として有名で、聖火が保存されている。トルに、観光局公式サイトあり、市公式サイトあり、樹林の南5キロメートル、ビスクッピンの北3キロメートルのところにある、 ビスクピンコ、ベネトコ、スクジンコの三つの湖に囲まれた美しい風景の中にある村。ベネツヤという名は有名なイタリアの都市ベネツヤと語源が同じで、このイタリアの都市にちなんで名付けられたものと思われることが多いが、実はこのベネトコが語源。イタリアのベネツヤもベネトコも、それら住んでいたベンド人と呼ばれた人々にちなんむ。古代のベンド人は、 ポーランド周辺に住んでおり、後にその一部が南下してイタリア北部に定住した。この一帯はパウキ地方といい、ベネツヤはパウキ地方の真珠と呼ばれる。いつも多くの観光客を集める。軍営の狂気鉄道が10人からベネツヤとビスクピンを経由してゴンサバまで通っており、ベネツヤには狂気鉄道博物館と14世紀に建設された。 古城の遺跡がある。狂気鉄道は4月15日から8月31日まで運行され、団体や貸切も可能。狂気鉄道公式サイト、狂気鉄道博物館公式サイト、狂気鉄道観光ガイドあり。トルニ西方1 4トルのウビアンカ村英語公式サイトにある13世紀後半より建設されたゴシック様式の城。その後たびたび改築された。 パウキコスイ地方の中心的な町。グダニスクとシロンスク地方を結ぶ街道沿いにあり、古代から中世にかけては交易で栄えた。近世の戦争で旧市街の城壁は撤去されてしまったが、旧市街の街並みは中世のまま保存されている。ジュニからベネツヤとビスクピンを経由して、ゴンサバまで軍営の600ミリメートル狂気鉄道が通っており、観光客で賑わう。 旧市街の街並み、14世紀の上司、教会群が見どころ。自転車レースのツールドポロニュ、モーターボートの世界選手権やヨーロッパ選手権、民族祭り、収穫祭、ウィンドサーフィンのヨーロッパ選手権などの行事が開催される。狂気鉄道沿いにベネツヤとビスクピンを組み合わせて、狂気鉄道、自動車、徒歩でパウキ地方の旅をする人が多く、 遊歩道も整備されている街の公式サイトあり、ありがとうございます。